そこまで言うならお前らの待ち受け見せるどうせアニメアイコンだろこれアップしろよ早くこれ時間かけるなってライブ見に行ってる有名バンドいいね俺もいいわこれ許さんお前これはちゃルールやんお前天月さんぶち切れるぞお前謎の女を公開するアウル <laughs> 最近元気の切り抜き垂れ流しながら寝るんだけど朝起きたらスッキリかやく それ嫁だからどういうことかっていうと、打作さんが携帯を置いてて、<っ>で携帯をアウル君が、こうやってペロペロって鼻であったら、携帯の待ち受けがピュって映って、待ち受けに謎の女性の顔が、ぽわんって映って。嫁わらわらさんなのかなリーク界は嫁以外を待ち受けにすることはないだろうけど、嫁以外の芸能人だったわけじゃんん。にいやけど、ないか。 今更、嫁を待ち受けするタイプなんだな。俺の待ち受けは。こ俺はね、本当につまらんとこなんだけど。デフォルト。元気も見習わないか。あ、なんで。元気さんはどういうタイプ?。お母さん待ち受けにしない人いるんだな。いや、俺ってこういう男じゃん。でも、これ、実際問題一番正しいんだよな。いろんなこと考えたときに、一番いい待ち受けって何かって。 デフォルトなんだよ真っ黒はキモい、逆に。真っ黒にてるやつたまにいるじゃん。いろいろ考えると結果、真っ黒にするやつ。そいつは一周回ってキモいんだよ。なんか、こいつ、意識しすぎじゃねいってなんだよ。ね、何よ、お前。夢んぶってんだって。ね、これがタモリとかがやってたら、まあ確かになってなるんだけど。はい、な,どなんでこれなのって言ったら、ああ、ちょっと変え方もあんま分かんないし、俺あんまこういうの変えないタイプなんだよなって言える。かつ、どういう現場においても変に思われないっていう。やっぱインターネット どんな人間にも必ずアンチは湧くんですよ。ヒカキンのこと嫌いな奴が世の中にいるわけで、本当に嫌われないって不可能なたいな。なると、ペットの画像か、ホーム画面が最強なんだよね。LINE のアイコンは、コタロちょうどいい顔の画像があって、これにしてる。<laughs> よくないこの画像。ちょうどいい。このイブカしんでる顔よくない目に光がなくて。 うん顔なだよすげえいいんだよ会議の予定スクショしたのを待ち受けにしてるリーマンいた,た,ーンい,たいやー言うよねそのー予定とか筋トレのとかそういうのを待ち受けにしてる人いるよね そういう人たちの待ち受けを見たとき、みんなどう思う俺は、あ、こいつつまんないやつなんだなって思っちゃうんだよな、うん。きっと。俺がそれを見たら、別にそもそも相手の待ち受けとか見ないけどな、根本的に。その場に居合わせたことさえないけど、もはやなんなら。うん、デフォルトに言われたくない <laughs>。 え、逆にお前ら待ち受けなんなのディスコード上げろよ。見てやるよ。じゃあお前ら、そこまで言うならお前らの待ち受け見せるどうせアニメアイコンだろ今変えずにいます、今スクショ取る今。今瞬間的にスクショ取ってインディアルでアップしろよ。ディスコードに。俺見るからいいから。どうせお前らみたいなもんはアニメアイコンだろこれアップしろよ、早く。今。これ時間かけるなって。今変えてるだろうなんかおしゃれなカフェとかに変えてるだろ、お前ら。しょうもない。お前らみたいなもんは。 なあ、なんかこのなんかおしゃれなこう、やつ変えいてるだろう。シャプされてるわト。シ <laughs> ャプセット。<laughs> ほら、もうアニメアイコンじゃん。もうほら、アニメアイコンちゃん。カルミで。ほら、やっぱいうようなデフォルト。デフォルトじゃん。これデフォルトじゃないのこういうの。これもかこういうデフォルトっぽいやつも。 あー意外とかっていうと別になんかデフォルトだと天気わかるから良い天気やねこの夏可愛いいわらわらディスコはドコデフォルトの地球だよディスコ入るのにいくら必要です村島お前スクショ下手じゃないなちょちゃんちゆうみんなちゃんとできてるよお前だけだよちゃんとスクショできてないのなあわらわらダブル人生エロキサーを舞うみんな普通にできてるのにわらわらなんでみんなができることできないのデ消費激しくなるからやっぱデフォ <laughs> <laughs> あー、ね、っあー出ました芸能人ぶっあっあ、ねうん、<laughs> っあ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 よあそあそあっ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 あこあこあこあっ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 あんあよあ前あっあこあはあいあっあっあああ お前の待ち受けなんでもいいだろうって、俺言っちゃわないけど思っちゃうと思った。すいません。<laughs> <laughs> すいません。てすいません。泣き出て。まあまあ。こういうのは、あの、腹立つ。うん。かわいいこういうのは腹立つし、こういうのをち受けにするときに、 あの友達とみんなで遊びに行ってて、こういうのを待ち受けにしちゃったときに、そこにたまたまいないやつが1人いたとき、そいつが悲しい思いするから、俺、こういうのはしないようにしろ。うん、例えば、4人で遊びに行ったときに、たまたまこの中に参加してなかったやつが1人いたとして、じゃあ、そいつがいないやつを待ち受けにしてるんだ、俺、まあ、お前はっていう風に思われたら、俺は嫌だから、俺はこういうのはしないようにしててっ考えすぎら うるせよ好きなもんに違うんだよ、そこまで配慮すんだよ、人は考えすいやけどこれ、野郎だから何にもならないだけで、これ多分、女子だったらマジであるぜ、おそらくだけど、ちなみに、俺ら野郎だから、さすがに、けどそんなん気にしないでしょって思うじゃん、多分ね、女子だとガチであると思うんだよな、女子で撮ったプリクラとか、女子で撮った集合写真とか、学校の。 そう、で、しかもさ、結構割とさ、どこでも撮れるとこの写真が多いじゃん、女の子の場合は。学校とか。なんかディズニーだとかだったらギリ分かるんだけど、<Okay. S 1> 学校とかのやつ待ち受けにしてること多いから、JK とかは。きっと。ちなみに俺は JK の待ち受け見たことないから、これ全部想像なんだけど、たぶん JK はそうでしょ学校のなんかクラスの、なんかみんなで女の子たちでこう、こうやって撮ってる、こう、ね、やって撮ってる写真でしょ、多分たぶん。だもん。

もっと全部こう映ってるじゃん。俺がこうやって写真、これやだろ、俺の。これで撮ってくれ、俺の街行きにするんだったら。ああ。で、ほんとね。ああ、まあ、これはまあいいわ。うん。まあ、これおじさんなんだろうな、こいつ。なのか。ネルフ、本か。おじさんなんだろうね。こっちについて。 カルビ好きなんんででしょ多分おじさんですカルビ好きなのはね基本的におじさんなんですよ。あのー、カルビのこと好きな人はね基本的におじさんなんだよね。やっぱ、あのー、カルビを見てまずイライラしないっていうのを体得するのにちょっと若者だったら正直厳しいんですよ。やっぱ基本的におじさんがやっぱ多いと思う視聴者は。精神的におじさんか。がもしかしたらイライラしながら見てる。 イ、イはラすることは多いの街は鬼尺やなあ。なあ、これ。なあ、これ嫌いこれ嫌いかこれ嫌いみんな。そこまではなくていい。そこまでは言わなくて、必まは言わないそれ暴言だから。必死は暴言だから。はははいいいこれ何バンドかな まあまあ、これはいいわ。好きなミュージシャンとかバンドのやつね。まあ、これはまあいい。うん。これはね、まあ、ある意味正解に近い気がする。あ、俺何々好きなんだよな。まあ、ただ、ちょっと、やっぱ、その、何が好きかにもよるのよね。これに関しては。うん。まあ、なんからその、あんまり尖ったやつだと、うわ、こいつなんか下に構えてんなって。なんかマイナーバンド好きな俺好きみたいな感じだな、こいつはきっとって思っちゃう。俺バンドしてたから。 かるマイナーバンド好きな俺が好きなバンドやついたんだよやっぱりどうしてもサブカルが好きな俺が好きなやつがいたんだよ自分のサバゲーチームのロゴですでで、ね、チームロゴかあーだったらいいバンドじゃねえの <laughs> バンドじゃねえのかバンドの話で今話し広げようとしてたのにもうバンドってことにしてくれよせめて自分の組んでる これはいいわこれ許すこれお前犬1匹しか飼ってなかったらこれ正解だわ結局田か、お前の正解わらわら 1> 犬1匹しか飼ってなかった場合の大正解これまず写真がまずおもろいまず写真がおもろいで犬かわいいこれすごいいいですこれも一緒そう「う」も同じく一緒はい出ましたどうもどうもお前ら これなあしょうもないなあなやこれおしゃれな写真撮りやがってどこやねんこれ羨やましいなあんね誰とってなあ女の子かお前はレイちゃんレイちゃん女の子おしこれだったらいいてす強く言ってごめんねお前かいいかお前らいいかお前らいいか なかいいよな女性の方あーそうそうそう,そう,うこういうねこうこうなっちゃうん、ね、だこっちになっちゃうん、ね、だああこういうのもいいねこういうのもありうん確かにこれは一つの正解だわただからこれはちょっと若干中年太りしてきたあのー、なんだろうな30代前後のもうそのあんまりもうモテるとかそういうの諦めかけてる男じゃないとダメうん じゃないとダメこれを若いめっちゃ細いすげえイケイケなやつが使ってたらそれは俺許さん、うん、じゃないとダメわかるいやこれわかるでしょいや偏見だからわかるくないこれ普通に関してはえこれはわかるくないわかるでしょえなんかわからないこれなんか、これがさ若い男がこれやってたらさちょっとお前にはまだ早いってその段階はってなるじゃんなんかわからないかなあのー、なんだろうな 24-5のやつが、いやもう俺おっさんだからさーって言っちゃう感じに似てる感覚だろ。わかんないかまあそうか。いやわかるってちょっとわかるって言ったやつ言うじゃんそう。これはいいだから。やけど、まだこいつによるわ ペプシオおっさんだ。あ、だいぶお前、ペプシオおっさんだ。見てくれ。ペプシオおっさだ。あ、いいね。あ、ちょうどいいね。そうそう、こう,こういうの、こういうやつがやってるのちょうどいいんだよ。ちょうどいい。残り5かける。はっはっあー、思い出の写真か。知らぬい。見に行ったんだ。バイオル、<laughs> やっぱ、これはあの、あれですよね。これも多分おじさんですよね、これもね。 これはもうね、男としては全然いいんですよ。女性がこれを見たときにどう思うかって話ですよね、これね。これ何って言われて、これはね、戦艦なんだ。えー、戦艦好きなのっつって、これなんて思うの知らぬいって思うんだ。んでこれが好きなのっつって、これはね、カンコレって知ってる絶対興味ないブル あ、艦ではないそうなんだ、られじゃって。<laughs> <laughs> ま、これこういう流れだよな。これに関しては正直、どうしようもない。これ申し訳ないけど、これはそういう流れになっちゃう。まあ、これはかわいいな。いいよ。これはどう,いう評価したらいいんだろうな。<laughs> ここれれははどう評価したいんだこれは、お前、本当にこれ好きか、ケイゴ。お前が本当にこれを好きなら、俺、許すけど、お前、この絵柄を待ち受けにしている俺、おしゃれだと思ってつけてなねか、ケイゴ。それ以下によるわ。お前が本当にこれが好きなんだったら、俺、許す。けど、お前、これを、ちょっとしゃれてるなと思ってつけてんだったら、俺はちょっとそれは、うん、許せない。申し訳ないけど、うん、ちょっと手を挙げてしまう可能性がある。 敬語だろ女じゃないだろ男だろ ?D <あ>オタだったら許す。ああ、だら、なら許す。お前がディズニーオタクだって言うなら、なら許す。トーレ。<laughs> 黒がダメとは言った。白がいいとは言ってね。別に。真っ黒のやつはダメだって俺は言ったけど、白にしたらいいってもんじゃねえんだよ。見にくいだろ、時間が。シンプルにお前。これは。なんかその、実用性もねえんだよ。 外だと何も見えなさそうこれはうわえ、なにこれめっちゃいいよん、これ。<laughs> 俺とシンジの、ヨイちゃんで行った沖縄の散歩のやつだ。ヨイちゃんがカメラ持ってるから、俺とシンジなんだろうね。これめっちゃいい写真だよな <laughs>。これマジでいい写真なんだよな。これ嬉しいですね。あー、これはいいですね。なんかね、ちょっとこう。 ギリギリ焼きどうなんだろうなっとこ,これちょっとこういうのが好きんけどこれどうなんだろうな、うん、これ待ち受けにするのはどうなんだろうなまあけどこれ何って言われたら俺が好きなバンドのジャケットって言えばギリいけるかーー沖縄のバンドなんだよねって言えばーーそれでギリいけるかーー何系って言われたらまああのなんかラップみたいな感じって,ってっ DJ 左の人が DJ で,で右の人がなんかその歌歌うなんだけどみたいなって言えばギリ。 ああ、こうやって見るともう。<laughs> これ怖いわ、お前。<laughs> これは中系なのなんか怖いな。つもり違い10箇所。高いつもりで低いのが教養。低いつもりで高いのが気ぐらい。深いつもりで浅いのが知識。浅いつもりで深いのが欲望。これ何お前怖いわ。お前、その、え、お前怖いわ。 題目えっ怖い <laughs> <laughs> これ今までで一番ダメ待ち受けの中でうん今までの待ち受けの中で一番不正解怖いもんだってそのなんかそのうざいとかきしょいとかじゃなくて怖いもん恐怖を与えてる人に <laughs> ラーメン屋のトイレバ <laughs> かる <laughs> ラーメン屋のトイレたまにあるよなこのこういうやつ <laughs> ちょっと分かる <laughs> <laughs> 怖いんだよな <laughs> あのラーメン屋のトイレあるあるはあの <laughs> 感謝とはみたいな感謝とはなんちゃら感んちゃらどうのこうのみたいなやつ書いてある系かそういう系のやつだ <laughs> ちょっと思想強めのやつだ <laughs> ラーメン屋はちょっと思想強めぐらいの方がいだよな消しゴミしちゃういこれも許すわこれも許す 消消ししゴムマジックで消してやるのこれ、お子さんでしょでそれはもう一番ベターだわ。うん、でもお子さんは許すわ。だってもうそれはもう愛じゃん。うん、一番いいわ。うん、知らん家の子供だった場合は俺は本当に怖いけどね。これがもしも。この感じで来て知らん家の子供2人だったら本当に怖いけど、多分これは自分の家のお子さん2人でしょ。

再婚でした。だよね。だよね。そうだよね。再婚だよね。そうだよね。ただ,そうだよな、お前再婚だった場合、それでちゃんと弟のことをこうやって待ち受けにして、弟たちをしっかりお兄ちゃんとして愛してるっていうのは、あのー、偉いわ。偉い。だから、いいね。これは好感度ね。誰が見てもわかます。いいわ、お前。いい。 なんか泣けるもんね。ああ、よろしかならライブ行きました。いいね。まあまあ、こういうのいいよね。ちょうどいいわ。ライブ見に行ってる有名バンドいいね。ちょうどね。うなんだ私よろしかったですね。これもいいわ。うん。これ許さん。これ許さん。うん。これは本当に許しません。お前はもう、まっすぐサムネを書いてください。サムネで。お前はまっすぐ待ち受け書いてください。これは本当に許しません。20。20。20。20。20。20。20。20。2 いや別にいいんだよ、港未来は。白黒にすんな。白黒やめてください。今すぐ書いてください。お前、これはちゃっとルール違反じゃん。お前、天月さんぶち切れるぞ、ルール違反じゃん。お前、何つった俺、待ち受けてたよな。ただ、お前、写真貼っただけじゃねお前年明け。あっあっ

リスナーの精神壊れちゃったわらわらちょっと丁寧にこり作ってるのやめてねいいねお前今作ったやろこういう写真で痩せてるやつ見たことないあ。ーケンシャあ家具ヤ仕方ないから変えたよケンやっぱり予防が一番いいやこれだったらいいよこれだったらいいこれこういうのだよわらわらたぬわらわら仕方ないわら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  あけこんなもんか。ええー、まあ、こうか。だから、待ち受け画像ってね、結構簡単なように見えて難しいんですよね、実は。待ち受け画像って。まあ、ダソクさんの読みを待ち受けにするタイプなのは、まあ、そうなんだなっていう。そうですわ。待ち受けが読みにするタイプなんだな、ダソクさんはっていう、こういう話ですわ。結局、だから正解は、 何なのかっていうと、正解はこれこれが正,正解です。もうこれが一番いい正解。もう何も思わないのがいい。待ち受けで面白くなくていい。そんな面白いとか面白くないとか、そもそも人を待ち受けで語んな、お前ら。まず。あのー、そんな別に人の待ち受けはデフォルトだからそれで思わないとかそれ、そういうので語んな。そんな浅い部分で語んな。ちゃんとそいつ自身を見ろ。 お前よいそいつ自身を見るためにはどうしたからいいかっていうと変なバッファーの入らない街中継手振りとか最高なわかる今までの時間は散々語ってたやんけ怖い